鳥取県の北西端に位置する境港市は、風光明媚な自然と豊富な海の幸に恵まれた日本屈指の港町。そして境港といえば、ゲゲゲの鬼太郎を生んだ水木しげる先生のふるさと。町の至る所に妖怪たちの姿があり、怪しくも楽しい魅力にあふれた町なんです。境港を象徴する水木しげるロードは177体もの妖怪のブロンズ像が立ち並び、歩くだけで妖怪ワールドへと誘います。あ、知ってる、こんなキジジイだ、かわいい、ちっちゃい。水木しげるロードの途中にあるのが御神体を祀った妖怪神社。妖怪たちの妖力が御利益を授けてくれるんだとか。さらに町を散策していると、鬼太郎と仲間たちに出会えることも。迫力がすごいです。夜になると怪しくライトアップされ、妖怪たちが影へとなって出没。昼間とは違った水木しげるロードを楽しめます。妖怪の世界を堪能したら、海の幸を堪能します。中でもカニはなんと水揚げ量日本一を誇っています。味どころミサで新鮮なカニ料理をいただきます。先ほどまで生きてましたので、はいはい、とっても繊維がまだしっかり立ってまして、こちらはぜひお鍋でしゃぶしゃぶでお召し上がりください。カニ味噌につけて。カニ味噌大好きなんです。幸せです。海と暮らしの資料館は日本最大級の魚の剥製ミュージアム。すごい。うわ、これマンモウですか。めちゃくちゃ大きいですね。リュウグウの塚はいかがでしょうか。う、私深海生物とかすごい大好きで、はい、めちゃくちゃ興奮します。これ全部ハリセンボンですか。そうなんです。すごいシュールです。最後に自然の中をサイクリング。中国地方最高峰の秋峰大山を望む弓ヶ浜海岸は、日本の渚百選に選ばれた風光明媚な砂浜。魚と鬼太郎の町、境港市で心躍る楽しい旅を。